今日は子供の頃に作っていた手作り鯉のぼりを紹介したいと思います。皆さんぜひお家でやってみてください。まずは布です。古い布でも、全然いいです。これぐらいに切って、で切るときにお菓子の箱とか、でこういう紙質 の厚紙のものがあったらそれを切って、好きな大きさでいいんですけど、ぜひこう重ねて切ってみるとやりやすいです。ペットボトル、布を染めるときにすごくこう役立つので、これを切るんですけど、ぜひ用意してみてください。あとは布を染めるもの、あと染めるときに大事な手袋、用意してください。あとは、大事なのがこのビー玉ですね。ビー玉を染めるときにこう、これを布でこう輪ゴムでグググってやって模様を作るので、輪ゴムも必要です。輪ゴム、はい。で次は糸、これは縫い合わせるときに必要なので、あとボタン大事ですね。ボタンは目ですから。あとこのなんて言うんだろう、よくコードについているやつコードについている、これはよくコードとかについている針金なんですけど、それを使ってこう用意してみてください。あとはハサミ、あと結ぶときに使うこれぐらいのリボン、リボンじゃなくてもいいけど、こう結べるようなものも、あとはペンですね。あと塩、これ染めるときにも大事なので、はい、この材料で作っていきたいと思います。ちょっとこれはね、こんな感じですね。では淡々とこのビー玉をこの布に巻きつけていきたいと思います。ちょっと輪ゴムが、もう一回いきます。何でもいいんですけどね、こう別に等間隔でもなくていいっていうぐるぐる巻きますこれは結構きつく巻くのがポイントですね。もうなんで笑うんだろうな、本当に。よし、結構きつめに巻きましょう。そしたらこれちょっと面白いんですけど、これはこう二重にしてみるとまた二重の輪ができるので、模様ができるので、ちょっとやってみてください。三重にしてもいいと思います。あ、次、よし、いい感じですよね。こうやってくる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 、いいですね。何がいいんだろう。よし、はい、ちょっとちっちゃいのも入れていこうかな。ちっちゃいもの、よし、
ちっちゃいのまた行こう。ちっちゃいの行こう、ちっちゃいの。ちっちゃいの可愛いですね。よし、ぐるぐるぐる巻いていきます。もっとぐーっと切れる、切れない。オッケー。暑くなってきましたね、最近は。で、大きいのもまたぐる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 。ちょっと二重にしちゃおうかな。お、結構ちっちゃいから難しい。よっ。ああ、難しい。結構きつく巻きました。あともうちょっといけるかな。キーのいか、キーの。よし、こんなものではいかがでしょうか。よいしょよいしょ、こんな感じかな。はい、面白いけど可愛いですね。これを布につけていきたいと思います。では今作ったこれを、染めるものに染めていきたいと思います。はい、では布を染める時用の、ペットボトルを使って、染めていきたいので、このペットボトルを切るんですが、小さいお子さんの方は、危ないので、ぜひ、お父さんお母さんおばあちゃんおじいちゃん、近くにいる方に、ちょっとやってもらってください。では切ります。難しいよね。ではこの中にお湯を入れていきたいと思います。よし、今お湯を沸かしております。ではこれを染めるものを、元を入れていきたいと思います。よし、はい、入れました。捨てます。こんな感じの色です。はい、お湯を入れました。お湯はそんなに熱くなくて大丈夫です。で、塩を少し入れます。もうちょい入れとこう。じゃーん。よーし。チンチン。で、それを混ぜます。
混ぜるのでしょうか。これちょっとこれで混ぜてみます。バーテンダー習った。はい、混ぜました。次は布をさっきやりました。こちらを入れます。はい、いってらっしゃい。これでですね、ちょっと動かしてなじませていきます。空気清浄機ですね。楽しみだな。混ぜ混ぜして20分、混ぜ混ぜして20分置いてください。